はい、アンディです。さあ、今回はこちらを開封していこうと思います。いやー、ちょっと久々テンション高いですね。黙ってね、黙々とやろうかなと思ってたんですけど、ダメですね、このテンションは。喋っちゃうよと。さあ、これストラップかな、出ました。これ実は M4II ですね、フィルムカメラ、こちらを購入しました。あー、なんということでしょう。これではかっこいい。はい、カナダ製ですね。ちょっとこの辺のね、話はまた改めてやっていこうかなと思うんですけど、今日はちょっとね、もう早速なのでセットアップしていきたいですね。あー、たまんないっすね。はい、シャッタースピード 1/15、これが1秒かな。なんかドキドキしますね。1/30。ああ、いい感じです。1/500。くーふー、たまらんっすね。1/1。いやー、いいんじゃないでしょうか。楽しみでございます。そして、いや、実はね、この裏蓋をね、M11 だったんでずっと使ってなかったっていうか、使えることがなかったんですよね。そういう意味でのすごく新鮮というか、憧れと言いますか、かっこいいです。いや、大丈夫ですね、いけてますね、素敵ですね。かなりね、状態の良いものじゃないかなということで手に入れました。さあ、早速ちょっとね、レンズとフィルムと入れていこうと思います。まずレンズなんですが、なーにせね、まあ僕 M レンズ2本しか持ってないので、まあ、これか、ズミクロンの40かズミルックスの50かってことなんですけど、今回はちょっとね、ズミルックス 50mm こっちで行ってみたいと思います。楽しみっすね。ずっと SLTS で使ってきたんで、 M レンズで使うのもかなり久しぶりですね。こんな感じでいいんじゃないでしょうか、この見た目。あー、ずしっと重くなりました。これは楽しみだな。こんな感じですね。さあ、これにね、今度はフィルム入れていきたいと思います。今回用意したフィルムが、こちら、カラーですね。36枚撮りで、ISO が200です。ちょっとね、これは今回は本当初の試し撮りってことなので、やっていこうと思います。あー、なんかいろいろ緊張感がありますね。緊張するな。フィルムもね、M 型に入れるのはね、初めてなのでね。うまくいくでしょうか。こうかな。めっちゃ楽しみでございます。こうですかね。で、かませると、はい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 、で、ここで爪に合わせて、回ってますね。いけそうですね。うん、なんか大丈夫そうな感じがします。で、裏蓋を閉めていくと。
これ慣れるまでちょっとかかりそうですね。はい、来ました。で、何枚か巻いていきます。カウンターが一応ゼロになったっすね。いやー超楽しみ。早速じゃあ撮っていきたいと思います。久々のレンズフードこれつけます。いいですね。ちょっとこれで行ってきたいと思います。